ダブリンは、イギリス海軍の軽巡洋艦。チャタム級。第一次世界大戦時の本艦1911年4月4日、飛行。1912年4月30日浸水。1913年3月竣航。第一戦艦船隊に配属後。1913年7月に、地中海の第一軽巡洋艦船隊に転属。1913年9月から1914年。 終わりまでは第2軽巡洋艦船隊に所属。第一次世界大戦勃発前後のゲーベン追跡戦に参加。1915年2月にダーダネルスへ送られ、1915年4月25日には X ビーチで戦艦インプラカブルによる攻撃を援護。1915年5月下旬、イタリアのブリンディジに到着。同年6月8日、ダブリンは イタリア巡洋艦、ニーノ・ビクシオ、クアルトなどと共に存在すると考えられた、アルバニア沿岸の潜水艦基地攻撃に派遣されたが、実際は何もなかった。そのため、ニーノ・ビクシオなどによる東大破壊の後、基地に着いたが、その途中で、オーストリア・ハンガリー帝国潜水艦 U4 に発見されて、攻撃を受けた。6月9日9時32分。 魚雷一発がダブリンの左舷に命中。艦室に浸水し、13名の戦死者を出したが、自力航行は可能であった。ダブリンは、ブリンディジ駅東をターラントへ移り、そこで入居した。1916年から1919 19年まで、第二軽巡洋艦船隊に所属。ユトランド沖海戦に参加し、軽巡洋艦サウサンプトンと共に、 敵駆逐艦を撃沈するが、ダブリンも被弾損傷し、戦死者3名、負傷者27名を出した。修理には6月17日まで要した。戦後はアフリカ艦隊や地中海に配備され、1924年に予備役となる。1916年7月にスクラップとして売却されるが、解体業者へ向かう途中で座礁。1927年7月に不要。 同年解体、ありがとうございます。